回はプレート、夏野ゆうきです。初心者向けプロイロイドスタジオ講座、第5回目は目元が大きい顔作りを解説します。プロイロイドスタジオのプリセットモデルは、デフォルメとリアルの中間のようなデザインになっています。今回はデフォルメに寄せて、目元が大きいモデルに変更してみます。今回の完成形はこんな感じです。調整前と比べると印象が大きく変わっています。それでは始めていきましょう。まずは目元全体のサイズ調整を行います。最初にプリセットで組み立てを行った際に、目のセットを選んで、目元のすり目や垂れ目といった印象は決めているので、今回は目の横幅、縦幅、距離、この3つについて調整を行います。3つのパラメーターは、アイラインのパラメーターで設定することができます。目の横幅を設定してみましょう。スライダーで小さくしたり、大きくしたりすることができます。また、数値を直接入力すると、範囲外の値を設定することもできます。試しに、今回は 1.2 と設定します。続いて、目の縦幅も設定してみましょう。バランスを見ながら、好みの大きさになるように調整します。今回は 0.75 付近に設定しました。最後に目の距離を調整します。画面を見ながら、好みの顔になるように、広げてみたり、近くしてみたり、調整してみましょう。今回は 0.006 になったので、ほぼ0なので、0にしておきます。全体のサイズ調整は以上です。次は、瞳の大きさを変更します。瞳のパーツを開いて、一回り大きくなるように、パラメーターを調整します。視線の距離はデフォルトだと少し寄り目気味なので、白目のバランスを見ながら少し外側に調整します。人間の瞳は上まぶたで少し隠れがちになるので、視線を上に少し上げます。これで目元全体と瞳のサイズ調整は完了です。目元に合わせて細かいパーツの調整を行っても良いですが、プリセットモデルはもともとバランスよく作られているので、そのままでも大丈夫です。最後に成果を撮影しておきましょう。撮影モードに入って、正面を向けたら、撮影。名前をつけて、保存。斜め前を向けて、撮影。名前をつけて、保存。以上で目元が大きい顔作りの解説は終了です。今回目元のサイズ調整を行ったことで印象が大きく変わりました。目元が大きくなった分、髪型のボリューム感が少し不足しているように見えます。次の動画では髪型のボリュームアップを解説します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。